はい、お願いします。最近調子良かったんですけど、さっきボロ負けしちゃったんで、三剣飛車ちょっとボツになりましたね。あ、これ右四剣飛車に組む可能性があるかな。まあ分からないですけどね。美濃囲い、あ、右四剣ではないか。高みの学位、なんかちょっとさ、花粉が飛び始めたかもしれないな。2021年2月なんですけど、2分30秒、花粉で、飛び始めた匂いが、ちょっと花粉のアレルギーがありまして、さっきさ買い物したんですけど、買い物行った時にさ、あ、どうしよう。あ、まあ、一回止めるか。買い物、レジのところでさ、あ、これ荷物いったね。2分。そのレジでさ、会計してるときに、くしゃみがさ、出そうになって、でとっさに、あ、まあ、くしゃみしたんだけど、まあ、ちょっとしゃがむっていうか、その、まあ、ちょっとね、目をそらしてっていうか、首をそらしてというかね、くしゃみしたわけですよ。でそしたらさ、なんかお店の人が、まあ、その会計が終わった後に、なんかさ、業務連絡、なんとかかんとかでなんとかとかなんか言ってさ、なんか係員が来て、でなんかさ、私がくしゃみをしたその床っていうか、そのなんかそのあたりをさ、なんか拭いてんですよ。なんだ、1分30秒、なんでそんなに神経質になるのかなと思いましたけどね。まあ別にいいんですけどね、別に勝手ですよ。別に私全然負い目感じないんで、別にいいんですけどね。別に消毒だろうが、なんだろうが勝手にすればいいと思うし、あー、これやらしいんですね。まあでもこれはもう何度でも受けるか。はい、何度でも受ける。これ金とか打ってくるか。あー、もうこれ取るしかない。合計な、何ですかね。結構、これはちょっと苦しいかもしれないな。てか時間が苦しいんだよね。切れまめちゃおう。あ、切れまめちゃおう。1分。取るんでしょうね、多分ね。切るしかないか。あー、そうですね、それいい手ですね。どうしようかな、もうここからいっちゃおうか。いやでもなんか水だら傷を作ってるような気もするし、あー、何それ、怖いので、まあでもさ、消毒っていうかさ、おー、なんだそれ、わからん。取ると30秒。金打ちで無理やりくしゃくに来るのかな。その手が、20秒。これつま食べてんの、これ。あー、でも時間ないですね、ちょっとね。これまた張り付いてくるんですね。何これ、これ詰まされてる、これもしかして。詰まされてはいないか。これさ、相手のその詰むってことないかな、これ。ギムって10秒。詰
桂馬打つ、あ、攻めないか、あ、下に出るの、これ詰むかもしれないな、これ詰むんじゃない、これ詰むでしょ、詰まない、あー詰まないのこれ、あ、でも詰みそうだね、時間切れ、あー詰む、これ詰んでたよね、これ同局について詰んでたよね、これ詰んでたよね、最後詰んでたよね、将棋の真髄を学ぶがよい、困ったらまた助けに来るぞ、あ、最後に大逆転ですか、え、あ、詰んでたよね、これ、あ、でもここは敗勢なんだ、え、でもこれ、あ、だからね、1三玉と逃げられると詰まないんでしょうね、でも下に逃げたのでこれでも詰むんですよね、これね、うん、これ詰みますよ、金打って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もう鼻がムズムズして鼻水が出ますね、ちょっと鼻声になっちゃったかもしれない、花粉症の季節はちょっとティッシュが欠かせないですね、外出するときにはもうティッシュがないともう途方に暮れちゃいますので、もうどこでもね、ティッシュ、ところ構わずティッシュで鼻かめるように、しっかりと準備していこうかなと思いますけど、それでですね、まあ、将棋はともかくとしまして、まあ、こんなニュースがありました。加藤浩次、男女交際禁止で退学処分に驚愕、令和にこんなことが起きるの、堀越高等学校の元生徒が男女交際禁止の校則違反で退学になったことについて特集、その内容に番組 MC の加藤浩次が驚愕した。堀越高校は校則として特定の男女交際は生徒の本文と照らし合わせ禁止すると定めており、入学時に生徒や保護者への説明をしている。今回退学になった生徒は他の生徒からの垂れ込みで学校側に男性との交際が判明、教師からスマホ内の画像の開示を求められたり、4時間に及ぶ聞き取りが行われ、中には配慮に欠けた質問も飛び出したという。その後学校側から自主退学を勧告され、退学せざるを得ない状況に。また当時高校3年生だった元生徒は、大学への推薦入学が決定していたものの取り消しとなってしまった。これを受け元生徒は、恋愛や男女交際という人格的自由を否定されたことにより多大な精神的損害を被ったとして、学校側に約370万円の訴訟を起こしている。元女子プロテニス選手杉山愛は、個人的には高校生の恋愛はあっていいとコメントを続けて、写真の提示の強要や配慮に欠けた質問があったことに対して、先生がそれを聞くってぎょっとする、この考え方にクエスチョンですねとかだった。加藤もちょっとびっくりした、令和にこんなことが起きるのと驚いた様子。また学校側として考えてみると、男女交際禁止が売りの学校だから、この校則を緩しくしてしまうとそれがなくなってしまうという懸念があると説明している。加藤が驚いたように、時代とのズレを感じるのもある校則、ちなみに調べ編集部が全国の10代から60代の男女1789名を対象に調査したところ、全体の 33.3% が意味のわからない校則があったと回答している。今回の放送を受け、ツイッター上では、ちょっと意味がわからない校則だな、なんで男女交際が禁止なの、必要性を感じない、これって個人の自由が奪われてるよね、などと視聴者から驚きの声が多数寄せられているという、話なんですけども、堀越高校っていうのは、東京の中野にあるあの私立高校ですね。でその高校では、男女交際は禁止だっていうルールがあって、まあ、それをちゃんと説明してると。だから、まあ、男女交際しちゃった生徒は、退学なんですよっていう話ですよね。まあ、今回、まあ、男女交際によって、退学させられてしまった生徒がいるわけですけれども、ただその個別的な事件が問題なんじゃなくて、その私立の高校といえども男女交際を禁止するような校則作ってもいいのかっていう、ここが問題だと思うんですよ。いや義務教育じゃないし、でしかも私立の高校ですから、
男女交際禁止っていうルールをさ作ったとしても、ちゃんとそれ説明した上で入学してもらうんだったら、まあ別にいいんじゃないですかと。ね、嫌なら別に堀越高校以外にも他の高校いくらでもあるから、別に堀越高校じゃなくてもいいじゃないですかと。ね、だから別にそのどんなルール作ろうと、それは学校の勝手でしょ、でそれ守れないんだったらじゃあ出てきなさいと言われても当然じゃないかとっていう考え方もありますよね。だから極端な話、うちの学校では鼻をかむの禁止っていうさ、そういう学校があったとしても、まあ、私立のね、まあ、高校だったら、まあ、別にいいんじゃないですかと、うん、義務教育でもないし、ね、うちは鼻かむの禁止だからってね、で鼻かみたいんだったら別のとこ行けとみたいなさ、別にいいじゃないかと。それはルール、別にそのルール守れない人は来なきゃいいだけなんで、でルール破っちゃったらもう退学ですから、まあ、それそういうことなんで、まあ、いいじゃないかみたいなっていう、どうですかねその辺はね。やっぱり私立といえども高校っていうのは、まあ、ある程度の公共性があるんじゃないかって考えたら、まあ、男女交際を禁止するっていうのはさ、ここその生徒一人一人の個人的なそのプライベートなことだから、まあ、そこに対して学校が介入するっていうのはいくら私立の高校といえどもダメなんじゃないっていうふうにも、思いますけどね。でも、この辺は難しいとこですよね。だから恋愛や男女交際という人格的自由を否定されたことによって多大な精神的被害を被ったということで訴訟を起こしているわけだけども、これさ、この生徒だけが人格的自由を否定されたわけではなくて、他の生徒だって男女交際禁止って言われてさ、男女交際できないわけでしょ。もうそれだけでもうさ、自由が奪われてるわけじゃないですか。だからこの生徒だけが訴訟を起こすっていうよりも、もう全ての生徒が訴訟を起こすみたいなっていうのが、まあ、自然な話ではありますよね。だからツイッター上では、ちょっと意味わからない校則、なんで男女交際禁止なの、必要性感じない、個人の自由が奪われてる。いやそうなんだけど、結局、そういうルール作ってもいいのかっていう話になるわけですよね。いやだからさ、他の生徒からの垂れ込みによって男女交際がバレちゃったわけでしょ。じゃ他の生徒がさ、なんでさ、先生にチクるのかっつったらさ、俺たちはさ我慢してるのに、あいつは男女交際してると、付き合ってるみたいだと、羨ましいとね、僕も本当はね好きな女の子がいるのにってね、みたいな感じで、まあなんというか、そのだから自由は奪われてるわけですよ。で奪われてる中で、私は恋愛しちゃうもんねみたいな感じで、付き合ってるやつがいたらやっぱり妬ましくなるわけですね。でそれでこう、まあ先生に告げ口して、何君男女交際してんのかよみたいな感じになるっていうね。だからまあその生徒たちを締め付けるとろくでもないことになりますよ。ねえ、男女交際禁止とかさ、じゃ鼻かむの禁止とかね、なんとかも禁止、なんとかもって、そのプライベートなことまでさ、あれも禁止、これもするな、あれもするな、あれはしろ、これはしろとかさ、もうガンガン締め付けたら、まあそりゃさ、まあ良くないなと思いますけどね。ただうちは良くない学校ですよ、でも良くない校則がいいと思う生徒たちだけ集まってくださいって言われた時に、そのどうなのみたいな話にはなりますよね。ちょっとここからは趣向を変えまして、男女交際を禁じる校則に正当性があるかどうかっていう問題は置いといて、もし自分が堀越高校の生徒で、でまあ男女交際をしていて、でちょっと歩き人くん、ちょっといいかいって先生に呼び出されたらどうするかっていうことを考えたいんですけど、ちょっと歩き人くん、ちょっと来なさい。え、なんですか。ちょっと来なさい。はい。君さ、なんとか高校のなんとかってやつと付き合ってるだろう。いや、付き合ってないですね。いやいやいや、
君ね、帰り道になんとか高校のなんとかさんと一緒に手をつないで歩いてるところをこの学校のとある生徒が目撃してるんだよ。すごい楽しそうに歩いてたって言ってたぞ。もう見てるやつが何人もいるんだって、ね、お前男女交際してるんだろ、ね、正直に言いなさいって先生に言われたら、あ、まあ確かになんとか高校のなんとかさんとは知り合いですけれども、でも別に男女交際ではないですからってしらばっくれますね。え、先生は手をつないで歩いていたら男女交際だと思ってるんですか？いや、僕はそうは思わないですね。てか手をつないで歩いてはいけないっていう校則ないですよね。その男女交際が禁止っていうのは僕も分かってますよ。うん。男女交際してないですから。ね、手をつないで歩いてましたよ。もう歩いてましたと思う。うん。一緒に帰ってましたと思う。でもそれは男女交際じゃないから。ね。僕男女交際してませんので、校則に違反してませんってね。いや、歩き人、お前さ、それだけじゃないんだよ。ね。なんとか高校のなんとかってやつと、一緒に映画館に入るところ目撃してるやつがいるんだよ。もう見てるやつがたくさんいるの。ね。あの先生も君に対して、ただの思いつきでね、話をしてるわけじゃないんだと。もう君が男女交際をしてるっていうね、情報が寄せられて、その目撃者とかもたくさん集まっていて、もうね、もう状況証拠が揃ってるんだ。その上で君に、言ってるんだってね。もう今いつまでそうやって嘘をつき続けんだ。もうしらばっかれるのやめて、もういい加減さ、素直にさ、白状したらどうなんだ。いや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 、先生、僕は確かになんとかさんと一緒に手をつないで歩いてましたし、映画館も一緒に行きましたよ。うん、行きましたと思う。楽しい映画、面白い映画、いや、面白かったですね。いや、いい映画でしたよ。先生もどうですか。うん。いや、で、映画館行っちゃいけないっていう校則ないですよね。うん。どうなんですか、先生は何、異性と一緒に映画館行くってことが男女交際の定義なんですか。この学校の規則として、男女交際とは、手をつないで歩くことであるとかね、一緒に映画館に行くということであるって、そういうことどこにも書かれてないですよね。だから僕は男女交際なんかしてないんですって。うん、なんか僕がなんか校則違反してるみたいな、やめてもらえません？ なんで僕はずっと校則守ってさ、清く正しく学校生活を送ってきたじゃないですか。なんでさ、いや僕が校則違反してないでしょ。先生なんか怖いな。なんでそんなになんかさ、僕をなんかその真剣な目でなんか見るんですか。ちょっと先生、ちょっとか、ちょっとね、いや、歩き人、ちょっとお前常識的に考えろって。一緒に手をつないで歩いてました、休日に映画館に一緒に行ってました、これどう見たってさ、誰が見たって男女交際じゃないかと。お前男女交際しておきながら、何この子に及んで男女交際してないだなんてさ、誰がどう見ても男女交際なんだよあれは。もうさ、いい加減そのさ、もう そういう悪粘り、君ちょっとやめた方がいいと思う。いや先生、ね、誰が見てもっておっしゃいますけれども、その男女交際って、その交際してるのかどうかって僕たちの心の問題じゃないですかね。その男女交際してるように見える行為が禁止だっていうことなんですか。男女交際に見えるかどうかっていうのは僕には分かりませんよ。他の人の心だってどう見えるかなんて、そんなのは他の人が決めることであって、僕にはどうしようもないことですよね。で、僕は今男女交際してませんって心の内を明かしたじゃないですか。ってことは男女交際じゃないんですよ。で、みんなから見て男女交際してるように見えるとか映るとか、そんなこと、いや、そういう問題じゃないでしょ。で、それはその彼らが勝手に僕たちを誤解しただけであって、そんなんで校則違反なんて言われたらたまったもんじゃないですよ。ちょっと先生、ちょっとさ、勘弁してくださいよ。僕何にも校則違反してないんですけど。って言いますよ。うん。だってそうだよね。堀越高校は確かに男女交際を禁止してるけれども、男女交際というのはこういうことだってさ、定義されてないじゃないですか。じゃあ先生、ちょっとお聞きしますけど、じゃあクラスの女子と話をしたらこれ男女交際なんですか？それが男女交際なわけないだろう。ですよね。クラスの女の子と話をしたら男女交際、そんなバカな話ないですよね。クラスメートなんだから、同級生なんだから同級生と話すことなんて、そんなの別に
普通じゃないですか。じゃあさ、じゃあクラスの女子と一緒に帰ったらこれ男女交際なんですか。いやそれは別に そのぐらいじゃ男女交際とは言えないな。ですよね。クラスの女子と一緒に帰ったって男女交際じゃないですよね。じゃあ、じゃあ手をつないだら男女交際なんですか。手がちょっと触れただけでもう男女交際なんですか。手をつないだら男女交際だな。あ、そうなんですか。じゃあ先生ちゃんと性癖できてるじゃないですかね。あの一緒に帰る話をする、これは男女交際ではないけど、手が触れた瞬間に男女交際なんだとね。じゃそれは男女交際の問題ではなくて、手が触れるか触れないかっていうさ問題なんじゃないですか。だから男女交際って言ってもそれはもう心の問題で、僕は別に男女交際なんかしてないけれども、そのもしもね、異性と、手をつなぐっていうかね、体を触れる、密着させるってことを禁じるっていう拘束だったら僕は確かに違反してましたよ。うん、確かに手をつないでましたからね。うん、ですけど僕別に手はつなぎましたけど男女交際してないん でそんなんで退学なんて、そんなで、そんな男女交際禁止とかいうそのね不明確な規則によって処罰されるのは納得いかないですねっていうふうにね、自分だったら言うかな。だこれもしさ、まあ、今回の事件は、退学処分になってしまったのは堀越高校の女子ですよね。もし女子だったら仮に妊娠してしまったとしても、いや私男女交際してませんからって言い張っても大丈夫ですよ。だってさ、だって妊娠したことってさ別に男女交際していたってことの証明にはならないよね。だって付き合ってないのにやっちゃいましたなんて話いくらでもあるじゃないですかね。ほら妊娠したとしてもお前男女交際してたってね先生に言われても、いやいやいや私妊娠してますよ、うん、確かにセックスしちゃいましたと。でも別にそれは別に付き合った上でやってんじゃなくて、たまたまそのねやっちゃおうかやっちゃおうみたいなそういうノリでやっちゃっただけなん で別に交際してるわけじゃないですから、うん、ね、男女交際禁止っていうさ拘束があるのは私もよく分かってますと。でもセックス禁止っていうさ拘束はないですよね。ないですよね。うん、それで退学処分っておかしくないですか。うん、それでも退学処分？何なんですか？この学校ってのは、規則じゃなくて先生の裁量で何でもできちゃうんですか？いや、ちゃんと先生も校則に従ってくださいよ。ねえ。先生のその判断で何でもかんでも退学処分とかできちゃうっていう、そういうさ、人治主義なんですか？うちの学校は。うちの学校厳しいじゃないですか？これしちゃダメ、あれしちゃダメってね。それは校則でちゃんと規則が決められてるってことじゃないの？そうですよね。先生ちょっと校則守ってくださいよ、ね、で私校則守ってるんで、校則守っている私を退学処分とかそれ処罰するのおかしくないですか、ね、でもしそれを学校の判断で押し切っちゃうんだったら、それこそ、自由を否定されたことによって訴訟ですよそりゃ、うん、私は校則違反なんかしてないのに一方的に処罰されたと、こんなこと許していいのかとっていうさ話になるっていうね、うん、いやもちろん現実的にはここまでさバチバチとした議論ができるのかっていうね、先生と生徒っていう関係の中でできるのかって言ったら難しいっていうのはそりゃそうですよ。私も中学や高校の時に、まあ、こんなね堀越高校みたいな厳しい学校ではなかったですけど、まあ、それでもやっぱり先生と生徒っていうのはやっぱり、うん、同格ではないですからね。だからその論理でバチバチね戦えるかって言ったら難しいのは分かってる。でもね、理念としてはその規則によって生徒を縛るならば、ちゃんと規則をさ先生も守らなければいけないでしょ。先生が自分のなんかね、裁量で退学とかさ、そんなの簡単にできるわけないだろうと、ね、それでも退学だって言うならば男女交際をさちゃんと定義してみろよ。男女交際って何ですか。ああ、僕たちは男女交際してるつもりなかったですけどって言っても、それでもさ他の生徒があれは男女交際だ男女交際だって騒いだら、それでも男女交際になっちゃうんですか。そういう定義なんです。それ怖いですねそれじゃあ。
え、だって自分は男女交際してるつもりなくても他の人たちに男女交際だって評価されてしまったら男女交際とってことになってしまって退学ですか。なん、なんじゃそりゃ。そんな学校だったとは入学時には全く知りませんでした。どうしてくれましょうっていう話、うん、うん、ですよ、うん、まあそんなわけで、まあその学校問題というのはいろんな、まあいろんなネタがあります。ネタに尽きないですね、うん、ありがとうございました。